松山市の猫カフェに保護されていた一匹の小さなオス猫がこの物語の主人公、マルです。道後に住む少女アンナとその家族に引き取られ、幸せな生活を送るうちに丸々と太ってしまいます。やがて一家にスリジエというメスの子猫が加わり、家族の愛情は愛らしいスリジエに移ります。スリジエからいたずらされてばかりのマルは、ある夜我慢の限界に達します。春だというのにやけにムシムシしていた。そのせいだろうか、いつものように首根っこを噛まれただけなのに俺は我を失った。冷静さを取り戻した時には俺は部屋の隅でスリジエを踏み伏せようとしていた。危ない危ない、心の中で繰り返す。若い女のわがままを男は我慢するべきだ。そんなことを思った時、どこからか冷たい声が飛んできた。こら、デブ猫、どうしてスリジエをいじめるの。呆然と振り返るとアンナが顔が真っ赤にして立っていた。スリジエはか細く泣いてとうとうアンナにすり寄った。アンナもスリジエを抱きしめる。アンナの悲しそうな表情が俺は何よりも悲しかった。アンナはマルを反省しなさいと言ってスリジエだけを寝室に連れて行った。俺はぷいっと顔を背けて一人で窓辺に丸まった。俺は男だ、涙なんか流さない、そう自分に言い聞かせても、月に照らされた庭がなぜか今夜は滲んで見える。デブ猫という言葉が頭の中でぐるぐる巡る。不思議なことがその時起きた。一筋の月明かりを全身に浴びて庭に猫が現れたのだ。いつかの意地悪な茶猫じゃない、額に三日月型の傷のある黒猫だ。俺はそのメス猫を知っている。そう、いつか夢で見た。彼女は俺の前で頬を止めて鋭い目をしてこう言った。気高き者よ、立ち上がりなさい、その目で広い世界を見るのです。そう言い残し黒猫が突然夜の闇に消えた瞬間、窓がカラカラと音を立てて開いた。俺は言われるまま立ち上がった。目の前に世界が開けている。体の奥底が震えている。窓の向こうの月に向けて俺は高々に吠えていた。にゃー